さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、猫好きの方には結構ね、何気にたまんない映像になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、これ、ね、まずちょっと見てほしいんですけど、ここの島に一人で寝るムーちゃんっていうね。しかもこれクッション2枚使ってますから。ね、でもね、こんなにね近づいて撮影してても全然嫌がらないですから、これだけね安心してなんか過ごしてくれてる証拠なのかなっていうふうに思いますね。ムーちゃんってね、実はね、なんて言ったらいいの、保護猫っていうわけでもないんですけど、交通事故にあった野良なんですよ。その野良が動物病院に動物病院に行って、でそこで僕らの知り合いの、人たちが一旦保護をして、それで、まあ、引き取ってきた子になるんですよ。なのでこうやってね、すごいリラックスしながらお家で過ごしてくれてるのを見てると、僕は微笑ましくなるわけですね。すごい喋りが今日片言ですけど。すいません。でね、こうやっていじったりとかすると、ちょっといたずらしたくなるじゃないですか。なのでこうやっていじりながらなんですけど、手をね一旦ねちょっと離してみたりとかもするんですよ、こうやってね。そうするとこれ見てってほしいんですけど、これね振り向いてくれるんじゃないかなっていうふうに僕は期待してるんですけど、ここちょっとね一瞬肩だけグッて振り向こうとしてるんですけど、多分眠気が勝っちゃったんでしょうね。でもね、こうやってまたやり始めると、ほら手先の方見てもらうと分かると思うんですけど、肉球をねクッて曲げるんですよ。これね、気持ちいい証拠なんですよね。これたまんないですね。こういうのをね映像として見つけると結構たまんねえなっていう風に思っちゃうんですよね。で、ようやく振り向いてくれましたね、これでね。振り向いてくれて、まあちょっとね、マッサージとかもさせてくれてたんですけど、こっからね、かわいい。これなんていうの、へそ天っていうのかな、こういうのビニョンとしてくれてるのって。違う？そうっすよね。これはね、多分ね、新しい技だと思うんですけど、こっからこれね、エビって。やるか、猫ちゃん飼ってるところの子だったら多分これをやるか。きっとやるでしょうね。でも、名前ムーコじゃなくてエビコにしようかな。はい、ということでね、今日はそんな可愛いムーコの動画になりました。はい、私、多分ね、きっと可愛いなと思って、多分100人ぐらいは チャンネル登録してくれてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。足どこ置いてんだよ。可愛いですね。はい、ということで、もしよかったらまた次回の動画でお会いしましょう。まったね。